義母は昔スポーツ選手をしていて、60歳近くまで近所のバレーボールチームに所属していた。ものすごくパワフルな人で、みんなが嫌がりそうなことも心よく引き受けたりしていて、私も尊敬していた。そんな義母、70歳の時に事故で歩けなくなってしまった。歩けなくなった義母はものすごく気弱になり、全てが悲観的に。事故はもう運が悪かったとしか言えない。誰も悪くない事故なせいで、誰に怒りをぶつけたらいいのかもはならないもの。義母は70歳超えても身長が160は超えており、よく食べる人だったので体重は60キロ以上。対して私は150センチの45キロというミニサイズ。申し訳ないけど私に介護は無理。義母は最初はトイレの便座への乗り換えなどはできていたけど、だんだんとできなくなり、一度無理なリハビリ家でしていたで転び、腕と膝を骨折。それから寝たきり状態になってしまった。さすがにホームの入所家族で話し合い、義母に伝えたが、義母は体が動かないだけで認知症ではない、泣いて泣いてホームに行きたくないと言い始めた。とりあえず一度話は保留にして、デイサービスやショートステイを使っているんだけど、デイでもショートでも周りは認知症の利用者が9割で、残りの1割は ALS や SJIS の方で会話もできない。楽しくはないし、体が弱っていったり足がどうかなったことでいつか認知症になるのじゃないかという恐怖で眠れずにいるらしい。私も旦那も見ていて気持ちはわかるし、できたらホームに入れたくないけど、現実的に考えて私たちには介護なんてできない。やっぱりホームに入ってもらうのが義母にとっても私たちにとっても良いはずなんだけど、正月の集まりの時、遠方に嫁いだ琴音夫婦が再度義母に伝えてくれたんだけど、なかなかうなずかない義母にしびれを切らした琴音旦那が、使えない老人は健康な若者のために墓場に自分から入るのが道理だろと怒鳴ってしまい、義母は号泣。おとといからご飯も食べてくれず、泣いてる声ばかりが部屋から聞こえてくる。食べてほしいとお願いしてもただ泣き続けている。もう私だって限界に近くて本当に辛くなってきた。介護の悩みは人それぞれだけど、一体どうしたらいいんだろう。魔法の言葉はないからこそ辛くて仕方ない。